皆さんこんにちは、公認会計士の小林内です。本日は税理士でいない人の税務相談、これについて話をしてみたいと思います。本日は税理士以外の人による税務相談ということで話をしてみたいと思うんですけれども、これは税理士でないとなかなかね、気づかないところだと思うんですけれども、税務相談というものはこの税理士を持っていないと税務相談を受けることができないんですね。税務相談をしてもね、バレないじゃないかというふうに思うかもしれないんですけれども、まあそれは確かにそうなんですが、法律上はですね、税理士以外の人が税務相談をね、有償無償問わず受けてはいけないんですね。それは税理士法という法律に反することになってしまうんですけれども、まあ、そういったこともあって、例えば監査の中でですね、公認会計士に税務に関する相談っていうところは、まあ、なかなか会計士としても受けることはできないんですね。税理士の資格を持っていないと、会計士の資格だけでは税務相談に応じることはできないんですね。今日取り上げたのは、昨年、まあ、令和4年の12月に公表されました与党のね、税制改正大綱ですね。これについてですね、非税理士の税務相談というところがね、載っていたので、今日、他にね、あんまりここをね、取り上げてる方もいらっしゃらないというふうに思いましたので、ちょっとそのところをね、深掘りしてみたいなというふうに思っています。まあ、皆さんのね、例えば周りでもですね、例えば休日にショッピングなり、ショッピングモールを歩いているとですね、例えば保険の窓口なり、保険の相談のところに、相続対策の相談も受けたまわりますっていうような、のぼりなりポスターなり見たことないでしょうか。私の地元の近くのショッピングモールにはですね、まあ、こうそういう保険の相談を取り扱っている窓口があるんですけれども、まあ、そこにね、相続対策も相談乗りますっていうようなね、ポスターが貼ってあったんですね。相談しに来る人は、あ、相続対策の相談も乗ってくれるのかっていうことでいらっしゃることも多いと思うんですけれども、私がこう、税理士の資格を持っているから気になってしまうのは、そういうところに税理士の人っているのかなっていうふうにね、ふと思うんですよね。まあ、もしくはですね、その窓口にいなくても、その後ろのね、あの控えのところに税理士の人がいるのかとかね、そういったところがね、ちょっと気になってしまったんですけれども、実態はどうなってるかはわかりません。例えばこういう保険の相談のところで相続対策をしませんかっていうふうになると、まあ大体はやっぱりこう、生命保険を活用した、まあ、相続税のね、生命保険の非課税枠を活用した保険の提案というのがあると思うんですけれども、もちろんね、その一般的な税制や税法について回答することは税理士法違反ではないんですけれども、具体的にその人に対してその人の構成、その人の家族構成を聞いた上で、あ、じゃあ何人、こういった家族構成だからこういった非課税の制度が使えるので、相続財産がだいたいこれぐらいある中でこれぐらい減らすことができますねっていうような相談になると、まあ、ちょっと微妙なとこなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。少し前に支部の人から宅建協会っていうのがあるんですけれども、その宅建協会で、まあ、税理士と宅建士と、もう一つのね、その事業の人で合同で無料相談会をやっていたところに、まあ、表上はそこの税務相談では書いてないので、その相談会は表向きは税理士が担当しているっていうふうには書いていなかったんですけれども、なんかやっぱり税務署の人が寄ってきて、税理士はこのブースの中にいるのかっていうような調査がね、あったそうなんですよね。だからやっぱりこう、そういった一般のね、人に対して相談課をやっているときに、税務に関する相談を受けていないかっていうところは、税務署の方もね、実は見てるんだなっていうふうにね、ちょっと最近ね、その話を聞いて思いました。今回のね、税制改正大綱でどういったところがね、盛り込まれる予定になっているのかというところなんですけれども、税理士でない人がですね、税務相談を行った場合に、それをやめさせる命令制度というところがね、設けられるようなことが書いてあります。税理士でない人が相談業務を行って、反復継続的に相談業務が行われて、不正に税金の徴収を逃れたりした場合、財務大臣がその税理士でない人に対して相談の停止、その他、その停止がね、実効的に行われていることを確保するために必要な措置を講ずるように命令することができると。そして、官報やインターネット等で相談停止した人の名前をね、公表すると。しかも、命令違反した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すと。まあ、こういったような
税制改正がその大綱の中にね盛り込まれたと。まあ、ここがね、まあ、これまでそういう非税理士の人が税務相談をね反復継続的に行っても特に罰則はなかったところを罰則を設けると、まあ、こういったようなね税制改正大綱があったので国税側もこういった相談にね目を光らせてるんだなというふうにね感じました。だから皆さんもですね、まあ、税理士の資格がないのに友人や、まあ、親戚のねそういう税務相談をねこう安易にね受けてしまうと、まあ、そこからね税理士法違反っていうふうにね問われる可能性が出てきてしまうというところをね気をつけていただきたいなというふうに思います。まあ、そういったことでですね税理士でない人がですね税務相談にね乗るということはね当然ではありますけれども避けた方が、まあ、避けなければいけないということですよね。まあ、避けた方が避けなければいけないですし、まあ、そういった相談をされた場合には、まあ、税理士の資格を持っていないから、まあ、専門家の方に相談してくれというふうに、まあ、回避するのが大切なんじゃないかなというふうにこの税制改正を読んで改めて思いました。そういったことで本日はですね、まあ、税理士でない人による税務相談についてということで令和5年のね税制改正大綱にそういった人に対する罰則が盛り込まれる見通しであるというところをお伝えさせていただきました。このチャンネルでは公認会計士受験生や公認会計士に興味関心のある方に役立つ情報や公認会計士として日々実務を行う中で思ったこと感じたことを発信するチャンネルになります。チャンネルを応援していただける方は、ぜひチャンネル登録していただけると動画作成の励みになりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。